皆様こんにちは、お世話になっております。先週は小池晃書記局長が来てわざわざ駆けつけていただいて、今週もこうやって駆けつけていただいて、皆様のおかげで先ほどお話をくださいました市民と野党の統一候補石垣紀子さんを国会に押し上げる大きな力になった。日本共産党を支えてくださる、こうして集まってくださる皆さんのお力の賜物でございます。本当にありがとうございます。本当に素敵な方を国会に押し上げることができましたね。先ほどのお話にもありました、国会の内外で仲間を作って、消費税の増税ストップだけじゃなくて、消費税そのものを廃止にしていく、庶民をいじめる消費税はゼロにしていく、その勉強会を国会内外で進めていくというお話ございました。こうやって時間をかけて政治を一歩一歩前に進めてきた、その確かな力、私たちは先輩の皆さんからも学んでいます。2017年7月7日、2年前でありますが、何があったか皆さん覚えておられるでしょうか。被爆者の皆さんが自らの心身を引きずって、子どもたちの未来を守っていくためには核兵器をなくしていく必要があるんだと、世界の国々に働きかけて、初めて国連で核兵器禁止条約が採択をされました。この核兵器禁止条約に唯一の被爆国である日本が、そして憲法9条を持つ日本が真っ先に批准をして、他の国々に働きかける、そんな役割を担ってほしい、その切実なる願いが今もなお踏みにじられております。8月6日広島、8月9日昨日の長崎、両方の式典で安倍首相が核兵器禁止条約に全く触れずに、その時に被爆者の皆さんが、残された時間はもうあとわずかだ、被爆者の叫びにまたもや背を向ける安倍首相のこの政治姿勢、本当に許せません。2015年9月19日、日本の自衛隊の皆さんに武器を持たせて海外に出かけさせていって、他国の人を殺すかもしれない、殺されるかもしれない、そんな任務に勝手に自民党と公明党が数の力でねじ曲げた、その時に私たち日本共産党は、野党がバラバラのままでは政治は変えられない、先ほど土井さんがお話をくださいました、だから他の野党の皆さん力を合わせて安倍政権に代わる新しい政治作りましょう、一緒に頑張りましょう、働きかけたんであります。しかし残念ながら、この旗揚げはそんなにすぐに前には進みませんでした。その時に間に入って多くの野党の皆さんと日本共産党、それまでだいぶ排除されてきましたけども、間に入って仲を取り持ってくださって、共産党の言う通りだ、一緒に政治を変えよう、その役割を担ってくださったのが市民連合の皆さん、先ほどお話しくださったオール宮城の皆さん、ママの会の皆さん、学生さんや高校生の皆さん、多くの幅広い市民の皆さんが、政治を変えよう、子どもたちの未来を守っていこう、そうやって一歩一歩この4年間政治を変えてきたのが、この宮城県の政治の在り方です。3年前には桜井満さんを押し上げ、2年前に郡和子さんを押し上げ、今回石垣紀子さんを押し上げることができた。3連勝ですよ。こんなこと今までなかったじゃないですか。私、日本共産党に入党して21年になります。20歳の時に入党したんです。20歳で入党して、その後15年間1回も選挙で勝ったことがありませんでした。現有議席を守るので本当に精一杯、それでも押し返されて、そういう中で歯を食いしばって頑張ってきた。そういう時に私、何度も心が折れそうになりましたけれども、その時に私の心を奮い立たせてくれたのは、戦前戦後先輩方が子どもたちに平和な社会を手渡していきたい、その願いで全力で頑張ってきてくださった、その後ろ姿、その姿に私たち奮い立って頑張らなくちゃいけないなって何度も思ってここまで来ました。市民と野党の共闘で新しい政治を作っていく、今度はいよいよ今年の暮れにあるかもしれないと言われている解散総選挙で、いよいよ
政権取って移行ではありませんか。皆さん、あれあれ皆さん、政治必ず変えていきましょう。他の野党の皆さんと力を合わせて、安倍政権、自民党と公明党に取って代わる新しい国民こそ主人公の政治を必ず今度の解散総選挙で作っていく。そのために足腰を私たち日常不断で作らなければなりません。目の前に迫っている仙台市議会議員選挙で高見のり子さんは当然トップ当選で押し上げなければならないですし、日本共産党は6名から8名へと議席を伸ばさなければいけない。どうか皆さん、青葉区と太白区、2議席から3議席、1議席から2議席、この複数選挙区、本当に難しいんですね。どうか皆さんのお力で、日本共産党の仙台市議会の議席を6名から8名へと大きく引き上げていただきますよう、心よりお願い申し上げます。最後に、日本共産党が伸びれば政治は変わるんだということ。私は県議会に押し上げていただいて、そして高見のり子さんとこの4年間、宮城の区内駆け回ってきて本当に実感をしております。高見のり子さんは困った方がいたら駆けつけて一緒になって解決する、その政治信条をもとに、東日本大震災の時には毎日被災地に自転車で駆けつけて、風邪薬がなくて肺炎を起こしかけになっていたような被災者の方に自転車で病院まで行ってお薬をもらってきて、その方に届ける。本当に高見のり子さんに命を助けてもらいました。共産党に命を助けてもらいました。そのような声を今でも被災地の皆さんから伺っております。しかし、この東日本大震災から8年4ヶ月も経つこの被災地で、原発が再稼働されようとしている、被災地のこの女川原発の再稼働ストップさせたいというその願いが、昨年11万筆以上の署名が集まって宮城県議会にかけられました。その前段で、日本共産党が私大内まで含めて4議席から8議席へと増やさせていただいたことで、全国で初めて脱原発宮城県議の会4会派21名、宮城県議会は59議席あるんですけど、そのうちの4会派21名が力を合わせて原発の問題常に勉強して、高い派と力を合わせて、市民の皆さんと力を合わせて、女川原発の再稼働をストップさせましょう。こういう取り組みが進んでおります。こういう被災者の皆さんの暮らしが本当に切実になっているもとで、一人一人が大切にされる、そんな社会を被災地宮城から全国全世界に発信していくことがどうしても必要です。日本共産党を大きく伸ばしていただいて、仙台市議会では必ず高見のり子さんをこの宮城の区から再び市議会に押し上げていただきますこと、日本共産党の議席6名から8名に必ず押し上げていただきますことをお願いし、続く10月の県議選でも皆さんどうぞよろしくお願いします。これからよろしくね。